エンゼルスから FA になっていた大谷翔平投手29が9日、日本時間10日、ドジャース入りすることを自身のインスタグラムで明かした。代理人のネズバレロ氏も合意を表明。契約総額ではプロスポーツ史上最高となる10年総額7億ドル、約1014億円、ノメガ契約で身体検査を経て正式発表される。 メジャー6年間では一度もポストシーズン、PS に出場できなかったが、11年連続 PS 進出の上昇軍団に加わる決断を下した背景を探った。写真、銅、ドジャースのユニフォームは似合う。ついに大谷が決断を下した。米西部時間午後0時8分。情報が飛び交った争奪戦に自らピリオドを打った。インスタグラムを更新し、 ドジャースの写真と共に英語で思いを綴った。メディアや球団を介さない珍しい第一報となった。ファンの皆さん、野球関係者の皆さん、決断に時間がかかってしまい、申し訳ありません。私は、次のチームをドジャースに決めました。MLB 史上最高額を大きく更新する10年総額7億ドル、約1014億円での契約。 2004年に不動産会社代表で全オーナーのマッコウト氏がドグンを買収した際の金額が4億3000万ドル、約460億円イコール当時のレートだった。エンゼルス、ブルージェイズ、ジャイアンツなども争奪戦に加わっていたとみられるが、球団買収額を超えるほどの破格の条件で本命視されていたドグン入り。二刀流でワールドチャンピオンを目指す大家にとって、 新天地は環境面でも最適解だった。一上昇軍団 A 軍6年間で MVP に2度輝くなど実績を残したが TS 進出はなし。21年にはヒリヒリするような9月を過ごしたいと訴え WBC 優勝直後にもポストシーズンワールドシリーズそこで勝っていくのが次のステップと話した。 最近の20都市をはじめ7度の世界一に輝いている土ンは13年から11年連続で PS に進出。直近7年で5度100勝以上を挙げている。2環境面ドジャースタジアムとエンゼルスタジアムは車で40分ほどの距離。キャンプ地もエグン時代と同じアリゾナ州内だ。西海岸の南部はシーズン中の気候が比較的温暖で雨天中止もほとんどない。 慣れ親しんだ環境でプレーを続けられることは大きなメリットだ。3右肘手術からの復帰9月に受けた右肘手術を執刀したのが、18年10月のトミー・ジョン手術に続いてニール・エラトロッシュ医師で、ド軍のチームドクターを務めている。当時のリハビリを A 軍でサポートした理学療法士も所属。サポート体制は整っている。 4DH 枠近年は DH 枠を日替わりで様々な選手を起用するチームも多いが、今季はマルティネスを110試合で起用。33本塁打を放ったが再契約はしておらず、枠は空いている。マルティネスは今季の1年契約で、来季は打撃に専念する大家のために空けていたと言っても過言ではない。ベッツ、フリーマンと並ぶ打線は破壊力抜群だ。 タ大谷アイド軍は花巻東時代から熱心に調査。12年9月にプロ志望届を出した際には日米一番乗りで訪問した。17年オフの争奪戦は当時 DH 制がなかったが最終7球団に残り、交渉にはカーショーら選手も参加した。大家も当時の目標の一つに、2020年ドジャースワールドシリーズ制覇、と記したことがある。 長期契約に盛り込まれることが多い奥と会うと、契約破棄条項は含まれていない模様で、10年を終えると39歳。事実上の障害契約だ。当初は4から7日のウィンターミーティング中に結論が出ると見られていたが、少し伸び、悩みに悩んで出した答えだろう。チームでも歓喜の瞬間を迎えるために大家は、新天地に歩を進める。安藤孝太、大谷翔平。 大谷翔平、1994年7月5日、岩手・水沢市、現奥州市、生まれ。29歳、姉大正2年の時に水沢リトルで野球を始め、水沢南中では一ノ関シニアに所属。花巻東では1年春から4番で同秋からエース。3年夏に160キロを計測、2012年ドラフト1位で日本ハム入り。 16年は投打で日本一に貢献して MVP。18年にエンゼルス入り、同年新人王、21、23年 MVP、23年本塁打王。193センチ、95キロ、右投げ左打ち、今季年俸3000万ドル、約43億5000万円イコール契約時のレート。ロサンゼルスドジャース1884年、 ニューヨークのブルックリンに誕生し、90年にナ・リーグ加盟。当時の本拠周辺は路面電車が多く走り、それを避ける、ダッチ、ことが頻繁だったことから、ニックネームとなった。1947年に黒人選手 J ・ロビンソンを登用し、強豪に変貌、変貌、した。55年にワールドシリーズ、WS、初制覇。 58年に本拠を西海岸のロサンゼルスに移した。リーグ優勝24回、WS は21回の出場で世界一は歴代6位の7回。1995年に野茂英雄が入団後、石井和久、黒田博樹、前田健太、ダルビッシュ・あら日本人選手が在籍。今季で11年連続ポストシーズン進出。 本拠地は62年完成のドジャースタジアム。